やらされます。たまにめんどくせえなって思います。そうですよね。最初の家賃のところからまあ4倍近いところに引っ越せたんですけど、内見しなかったんで、あの5歩ぐらいしか歩くとこなくて、もう狭くて狭くて。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。内見しなくてもその間取り、はい、見て、あ、はい、2部屋ある間取りだったんですけども、はい、実際引っ越してみたらもう1部屋だと思ってたのがウォークインクローゼットだったんですね。で、実質ワンルームで、はい、本当にもう内見してほしいですね皆さん。はい、はい、いや、そうなんです。はいって言ってくださいとか、はい、そう頼まれない。あ、言われます。そうですよね。あのカメラ回されながら、好きな国はとか言って、タイとか言ったり、好きなアルファベットは Y とか言ってあのやらされます。たまにめんどくせえなって思います。そうですよね。はい、でも優しいから対応して。いやいや、さんまさんが写真を撮るとか、自分の大好きな大先輩が対応するってお話を聞いてからやらなきゃいけないなと思って。あとやっぱりシンプルに嬉しいですね。はい、あ、怒ったこと あったんですね。全然浮かばない。浮かばないですね。ごめんなさい。ある、CM 撮影をしている時に、はい、リハーサルで別の方がやってくださるんですけど、ちゃんと安子の格好をして、はい、髪を上げて迷彩服着てたんですけど、あの服の中にパンパンに服詰められて、パンパンのリハーサルの人もこんなヨタヨタした感じで自分を再現してて、他人から見たらこんな太ってんなって思って、はい、そこまで再現しなくてもいいかなって思って怒っちゃいましたね。それちょっとなんかショックですよね。ショックでした。